こんにちは。株式会社デントランス代表、歯科医師黒飛です。今日のショートムービーでは、新刊を収刊する際のターゲティングについて、お話ししたいと思います。新刊収刊する際のターゲティングということはちょっとあまりよくわからない、先生も多いかと思うんですが、ちょっと説明をすると、新刊さんを集めるときにですね、どういった患者さんに集めてどういった患者さんに来てほしいかっていうのをターゲットを絞ることをターゲティングっていうんですね。それをぜひすることによってそういった患者さんが来るようになりますので、例えばあなたの歯科医院がインプラントを進めていきたいなっていうことやったら、インプラントであればですね、患者さんのターゲットとしては欠損がある患者さんになりますよね。インプラントだったら欠損の患者さんになるので、欠損の人に響くようなキャッチコピーだったりキーワードであったりとか、欠損のある年齢の人たちが見るような広告を出すっていうようなことが考えられますよね。タクシー広告でインプラントの、があったりとかですね、しますよね。でっていったような、売りたいものから逆算して考えて、そういった患者さんの状態、そういったターゲティングをしてキーワードや、広告を出していくっていう考え方ですよね。例えば矯正であれば、歯並びが、悪い患者さんにがターゲットになるわけですよね。であれば歯並びが悪い年齢層に響く、キーワードであったりとか広告を出すことになります。そういうふうな感じでですね、したいことが、先生の提供する治療、歯周病治療であれば、歯がぐらついてきたとか、いろんなことができると思うんですけど、ここまで話すことは当たり前のことを話してるんですけど、今日この動画ではですね、ぜひね、新しいちょっと視点を持ってもらいたいなと思って、お話をしていきたいと思います。これからですね、この時代の新しい週刊のターゲット、新刊のターゲットはですね、ぜひ、予防歯科に特化をしてほしいと、予防歯科も入れてほしいなと。じゃあ予防歯科っていうのはどういう人に言うかっていうと、もちろん、虫歯や歯周病にかかってる人なんですけど、虫歯がない人に、対してターゲティングをしてほしいっていうことから、新しいターゲットをしてほしいっていうことですよね。実はインプラント、歯周病とか矯正っていうのは、例えば、患者さんでですね、欠損をお持ちの患者さんが、これぐらいの割合いたとしますと。で、歯並びが、悪い患者さんが、いたとしますと。で、歯周病の患者さんが、いたとしますという形でですね、ある今患者さんの、パイをいろんな歯科医院、デンタルクリニック、いろんな歯科医院で、地域のいろんな歯科医院でですね、一つのパイを取りに行ってる感じになってるんですよね。大変ですよね。なので、ブルーオーシャンじゃないですけど、ここに求めに行くんではなくて、新しい何か病気を持ってる、患者さんではなくて、虫歯がないという新しい層をターゲットにするとですね、みんなが病気のある患者さんを集めてるわけなんですけど、そうじゃなくて、予防歯科、虫歯がないっていうところをターゲットにして、虫歯がない人を集めるようにすることによって、新しい患者さんっていうのを、得ることができるんですね。日本の、定期検診の受診率っていうのが、他の先進国に比べてですね、3倍も4倍も低いという事実があるんですね。それは、虫歯がない人が歯科医院に通ってる率が低いってことなんですね。他の先進国に比べて、ですので、僕たち、日本の歯科医院としてこれから新刊を集めるターゲットにするのはですね、ここの虫歯がない患者さんに対して、ぜひ歯医者に、予防歯科に来てくださいよっていうことを言っていかないといけないと思います。キーワードとしては、予防歯科っていうことであったりとか、虫歯にならない歯周病予防とか、そういったことがキーワードになると思いますし、出す広告もですね、虫歯が健康の雑誌に出すっていうことですよね。もう虫歯になっていない健康をさらに上を目指す、人たちに対する、人たちが読むような広告を出していくことによって、こういったターゲティングっていうのは可能になるっていうことですよね。そして虫歯がない、人たちに歯医者に来てもらうために大事なことっていうのは、もう啓蒙活動ということになってくるということですよね。ぜひね、
虫歯を予防すること、歯周病を予防することによって健康は保たれるんですよという啓蒙活動をですね、地域の、患者さん、地域の住民の方に行ってですね、通っていただくことによって、皆さん歯科医院で取り合ってるところじゃないところの患者さんに、来てもらうことをすればですね、競争が激しくなれど、関係ないところでちゃんと、患者さんの増刊売上にもつながってくるのでですね、新しい新刊のターゲットとしては、虫歯がない人をターゲットにするっていう視点も、この動画を聞いたあなたは、持っていただければ、参考になるかと思いますので、ぜひ参考にしてください。